こんにちは、ともハッピーでございます。こんにちは、安岡です。動画見てくださいありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日やっていくのはマジック・ザ・ギャザリングヴィンテージ対戦、ピッチ・ホロー VS 最後の審判。はい、ということでヴィンテージ対戦ですが、はい、今回トモハッピーが回す、まあ、ピッチ・ホロー・バズ・オブ・バグダッドというね、うん、土地タップするとなんと2枚引いて3枚引けるというね、はい、そう、なぜか真ん中は出ないけどカードを引ける土地を使って、はい、結構マッドネスを持ったねルートワールドとかを捨てたり、うん、あとベンジバインとかですね、あの辺をなんかうまく使うことによって、はい、マナを払わずにクリーチャーを展開していくデッキで、うんうん、で残りをピッチスペルで妨害して殴り勝つというね、結構珍しいデッキというか、うね、なかなかないデッキですよね。なんかそこまで墓地利用でもないっていう、うん、ただスクイーみたいな、スクイーとスクイーみたいなやつ、そうアップキープにいてるダニエルと帰ってくるのが8枚入ってて、それらだけを捨てることによって毎ターンこう手札が増え続けるみたいな、そうですね、まあ、挙動も可能になってます。毎ターン2ドローできるよというね、はい、結構面白い動きするんでね、まあ、ただそのバズをバグだと引けないと何もできない気なんで、基本的にはバズ余りがんしてどんどん手札が減っていくと、はい、はい、で対して今回僕たちは最後の審判ですが、まあ、こちらも最後の審判というね、ソーサリを打ってデッキを5枚にすると、はい、そして切って最後タッサの選択肢出してウィン、うん、というね、簡単な、まあ、コンボデッキです。高速コンボデッキですね、はい、はい、ということでそれぞれもう登場するのもね3度目ぐらいになるのかな、うん、このチャンネルで。でも直接対決は確か初めてということで、コンボ同士の対決やっていきます。お願いします。お願いします。フォローバインは結構リスト変わったよね今と。まあ、ピッチがどうなんだろう、ね、そ結構昔からピッチ系もあるからよくわかんない。ちょっとカウンター増えたのかな、うん、妨害が増えたのと、うん、あとスクイー8枚耐性みたいな、あで根強さが増えた。スクイーだけは結構前からだ、前の勝ちだった気がする、うん、タイプがいくつかあるんだよね。そう、フルはまあ復讐術の2枚、復讐術の2枚とルートバラとフォロワーみたいな感じだね。よし、はい、ラッキーまで、はい、な9もらえ、はい、お願いします。マリガします、はい、いつもどうなければマリガ、昔々入ってる、そうだもうちょっと あ、ね、確かに昔々入ってるリストがあったんだけど、はい、まあ、結局昔々スタートしてなかった時やばいみたいなのもあるよ、難しいよ。それで抜けた、何枚になるかな、はい、セーランパワーが止まるからね、はい、ダブル、はい、ない、普通にない、はい、セーランパウダーとかじゃなくて普通にない、トリプルマリガン、うん、あった4枚、はい、4枚ほどしきつ、はい、はい、どうぞ、先行か、はい、はい、終わり、ドロー、アップキープ、うん、マスデリコ3枚引きます、終わりに、うーん、私で、はい、はい、メインの方がいいじゃん、それ、いや、ネゲーション食らっちゃうから、あー、そっかそっかあ、ディスカードになっちゃうし、まずはバグダッド、はい、2枚引いて来い、はい、あー惜しい惜しい惜しい、惜しくないか、惜しくない、決まってる、惜しくないね、惜しくない惜しくないわ、決まってるわ、うん、いいの引いたわ、決まってる、惜しくない、3枚、はい、いいじゃん、はい、復讐図だ、復讐図だ、ルートワラで、はい、ルートワラプレイ、3枚捨てたから0マナでフォロー1プレイ、分待ってる、そう、誘発誘発、何が惜しかったんだ一体、惜しくなかった、だから決まっ、普通に大丈夫だった、はい、どうぞ、で、アクシューズだ、アクシューズだ、で、アタック11、終わりです、そっちの反動次第か、2枚目となってたら、復活、はい、じゃないか、はい、
ブラックローラス。はい。うわ。黒ミス。最後の審判。フォースオブウィル。うわ、持ってたんだけどな。ウィカードがないんだな。はい、ライフが半分になって。はい。で、これが全部追放されて。はい。ライフが5になりました。はい。今度は。はい。そのまで。はい。3になって、ギョーザちゃん、ちょっと。ハンドを見せてください。フォースウェルとストリップ前。なるほど。はい。で、ドローを。で、青を出します。で、戻して、うん。はい。で、2枚します。はい。で、ブラックを打って、はい。青4つになって、パスの選択で、はい。1枚です。勝ち。私も勝ちでいいでしょうか。山札が新人分。なければ勝ち。なければ勝ち。はい。ないですね。はい。特殊勝利で負けました。はい。2キル。2キル。2キルしてこようとする相手に対して2キル、すごいな。トリマルでね、2キルしてくるっていうのもなかなかすごい。すごい。はい、先行。パウダー。あ、すいません。あ、そうね、パウダーマリオ、ね。パウダーマリオ。はい。どうするんだっけ？全部追放。よし。はい、行きます。マリカンかな？マリカン。シューズが欲しいですね。はい、ザザーバグダット、はい、起動2枚引いて3枚捨てます。おー、すごい。3枚出します、はい、フォローワン、フォローワン、終わり。さっきは分回りすぎじゃない。まあまあ、こんなそんなに回んないよ、ね、はい、2枚引きます、はい、3枚捨てます。はい。ダック。11点。11点。不毛の大地、終わり。不毛の大地、うん。イメージランド困ったな。いい。眼中想像も。いい仕事するな、この土地。9だよね。8になる。眼中と6になる。9と5になる。最後に1つと2になる。レース最近できないのか。ライフが足りない。すごいすごい。引くしかないか。はい。ん？お前は？お、チャンスありそう。いや、きついか。さすがに無理か。チャンスありそうな感じ。3本目いきますか。からのリカバリー。まあそうね、うん、ここまでとダークイッチ、うんうん、3になるでしょ。はい、パンチュー。はい、3、うん、これいけそうじゃん。でアンリコ打って、これでアンリコ、はい、3枚コンボくらい揃うか。そうね、3枚都合よければ。次だけ？はい。あ、一応合手があるから溶け出しといた方がいいのかな、うん、はい、さすがに無理。無理。どうした、ヴィンテージ名物3本目いきますか、はい、いやー、不毛たちなければな、決まってたんだけどな。そうだよね、不毛がいい仕事した。いい仕事した。エンドにね、パンチ打とうと思ったら。結構あるからね、エンドに。バンチュー、ミスチュー、アンリコ。そうね。バンチューから、ブームスレー持ってきて、K2 サイクルにする。ライフ足なかったんだよな。11点がきつかったね。ブームスレー打ってから、K2 のサイクルが、ストレートレースができなくて、それできれば決まりそうだね。なかなかまさか。ライフが足りない事態になると。
5でやるか、やります。パウダー、はいはい、キープ、よし、はい、はい、本当は決まんない、決まんない、よかった、決まったら1キルは、そんなに1キルはしないからね、なえちゃうね、なえとる、はい、はい、終わりです。1ターン目もう山札5枚にすること、はい、アンミコで3ドローから始めてブラックロータスで選択肢飛んでくるっていう可能性が非常に高いな、しかもウィル構え、これ使うしかなくて2枚引いて、うん、3枚スクイーズでは、はい、これなんか、なるほどね、勝ちじゃない俺の勝ちではない、スーパーアドバンテージモード、しかもプレッシャーかかったんやから、もうちょっと手札を、そうね、終わり、終わり、終わり、どっちも置かずに、うん、もう一枚補充することの意味が、はい、スクイー3枚回収、はい、ドロー、どうするか、うん、2枚引いて1、2、3枚、はい、不毛の大地、遊びる、負けました、はい、ありがとうございました、はい、ということで今日の結果は2対1最後の審判の勝利、うん、まあまあまあって感じの結果ね、まあきついな、うんうん、そっちの方が速くてそっちの方が妨害も打てる、そんなことない、まっすぐ、どちらかというとまっすぐだね、こっちは、いや、その方がまっすぐか、ただ妨害しきれないって感じだね、こっちは妨害、ブラスターソームしかないから、基本まあこっちのコンボ決めに行くときに守りだから、そっちの動きは基本守れないから、早いっていうね、最後の審判、基本的にほぼ最速コンボみたいな、そうだね、はい、ということでどっちが勝つにしても派手なね、この対戦いかがだったでしょうか、今後もたくさんマジックの対戦動画やっていくんで、ぜひチャンネル登録、動画の評価お願いします。皆さんの Twitter、Twitch もチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。